皆さん、こんにちは。本日は、エンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに、過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。右から、塚田氏と桜井氏、安倍晋三総理の地元と、麻生太郎副総理の地元を結ぶ、下関北九州道路構想をめぐり、総理とか副総理が、 作りたいと言えないので。私が忖度したと出現した塚田一郎前国交副大臣55参院選に新潟選挙区から出馬しているが、野党統一候補の内越桜氏に苦戦し、支持団体の集会をはしごするだけのステルス選挙を展開中です。6月25日のジャーナリスト桜井義こ氏を招いた、いくら有名人の応援があっても有権者は 簡単には忖度しない。写真、横田はじめ、週刊フラッシュ2019年7月2 3 3 0